い、皆さんこんにちは、ワンデリングルフィッシュです。信長の野望の創造続きをプレイしていきたいと思います。前回までにですね、こちら徳川の関東における拠点江戸城総攻撃を行って江戸城を奪取しました。こちらですね、これで関東に関してはほぼ我が真田の勢力圏内に収まったということが言えると思います。一方ですね、九州を制覇して中国地方もほぼ手中に収めつつある島津、兵数56万、四国で、徳川と戦っているものの押され気味の長宗我部、そしてこの徳川ですね、兵数76万、拠点71、武将88というところで、真田がねこの徳川をまず食うというところからやっていきたいと思います。今回は、この小田原城を攻撃していきたいと思います。ちょっと花粉症でね鼻声気味で聞き取りづらいところもあると思うんですけども、ご容赦いただきたいと思います。王国いたす。外交で連合が組めないかな、そろそろ。勧誘って言ってももうかなり少ないんですけどね。今やると徳川が島津とかと手を組んでくる可能性があるのでやめましょう、連合を組むのは。出陣する。いざ戦え。我が領内に敵が迫っております。浜松に65,000か。これは雪村自ら出陣するしかないですね。兵数6100、兵糧が足りない、悲しいな。命は惜しまぬ。3100しか兵が出せないのか。この浜松は絶対に疾患できないですね。腕が鳴るぜ。戦へ参る。待機せよ。いざ戦へ。ご命令を報告いたします。報告いたします。ちょっとね、軍団を編成し直しました。これでどうにかなってくれるのかな。まず八王子の行方を見ると八王子はほぼ抑えられそうです。で、この玉縄城も大丈夫だと思います。で、このくるりとかね、房総半島も抑えられると思います。問題はこの飯田城と浜松、ここは絶対に疾患できないので浜松は抑えたいと思います。政宗がどこにいるかだな。死にするな。生きるのだ。城が取り囲まれました。飯田城がもう敵に囲まれてるの？違う違う、新野城か。出陣します。いざ参る。ご命令を報告いたします。先月の終始です。この
飯田城も敵が迫ってるので動けない。一方小田原城の攻撃に向かってますね。対方位 S 対強攻め A、 強いなやっぱり小田原城は。我らが負けるなど、八王子城は落とした。敵に城を奪われました。どこだろう、まだ浜松はこらえてるが、二の城が落とされたんだな。が、雪村も破られた。ご命令を報告いたす。先月の収支です。報告いたす。まずこの二の城の取り返しに関しては厳しそう。浜松も危ないな。命は惜しまぬ。持たないだろうきっと。雪村は浜松城に再度派遣しますけども、ちょっと持つかどうか微妙です。城が取り囲まれました。城が取り囲まれました。我が方の城包囲されました。厳しいな。浜松城が落ちる可能性が出てきました。ちょっと軍団を再編成しましょう。いいでしょう。もうこの辺の舞台は当てにしないというか意味はあまりありませんからね。いやいやいや、そうは言ってもやっぱりちゃんとやっといた方がいいな。兵糧とかをね運んできてくれたりしますからね。ちょっと面倒ですけどやっておきましょう。はい、これでいいですか。加勢いたす。城が取り囲まれました。間に合わないだろうな。表情を始めます。報告いたす。先月の収支です。浜松が失敗するのは避けたいところなんですが、ちょっと持たないかもしれないです。浜松が取られた。逃がしゃしないぜ。小田原は取りましたね。捕獲したぞ。出陣する。我が策、
お見せしましょう。ご命令を報告いたす。小田原城を拠点にします。俺に逆らったこと冥府で悔いよ。ご命令を報告いたします。先月の収支です。軍団をですね、ちょっと武将の数が少ないので、配属で、少ないな本当に。菅谷さんはもう死にそうなんでやめましょう。まあこんなもんでいいですか。よし、どんどん人が死んでいきますね。ご命令を報告いたします。先月の収支です。
します。我が道を開けよ。我が道を取り戻したし、ほぼほぼ、徳川を関東から一掃しつつありますね。ご命令ください。報告いたします。撃てぬ敵はありません。ご命令ください。報告いたします。軍団をこちらも再編成しましょう。ここの軍団を扱いづらいんですね。この縦に変な具合に伸びてるっていうのもあって、表情を始めます。報告いたす。報告いたす。敵将、仕留めたり。我が領内に敵が迫っております。敵が我が領内に向かっております。これは雪村も自ら。する必要がありますね。出陣するぞ。我が戦お見せしましょう。表情を始めます。報告いたします。出るとするか。逃げるなら今のうちだぞ。表情を始めます。報告いたします。報告いたします。取れそうですね。無事にするな。生きるのだ。出陣します。出陣する。敵が我が領内に向かっております。敵将、捕獲した。表情を始めます。報告いたします。止まれ。
いたします。ご命令を報告いたします。金沢城を取れば流れが変わる。北陸というかこの富山付近でも我らに撃てぬ敵はありません。我が北陸城包囲されました。どこが包囲されたんだ。ぐわー、新野城取ったのにもう取り返されそうなの。敵に城を奪われました。一進一退だな。ご命令を報告いたします。報告いたします。もうこっちの方はほぼ型がついてんですね。久留里城、立山城もまあ取れるでしょう。問題はここ。殿、今や我らの領土は広く、その名を知らぬ者はございません。機は熟しております。あと五ほど領国を広げれば天下に号令をすることもできるでしょう。なるほど。あと五個取れば征夷大将軍になれるんだ。京都とか取ってなくてもなれるんだ。へえ。いや、幕府を開きたい。あと5個ね。表情を始めます。報告いたします。報告いたします。ご命令を報告いたします。先月の収支です。よし、このまま金沢城取れば。ひれ伏せ、これが独眼流の戦だ。かっこいいな、正宗。雪村は一回騎乗させます。この金沢を取れば流れが変わる。捕獲したぞ。出陣します。我が方の城包囲されました。もう我が方の城奪われました。新野城はもう本当に取り合いですね。敵将捕獲した。出るとするか。真田光が、仏門に入れて死んだの。あ、出家したのね。ご命令を報告いたす。先月の収支です。報告いたす。進行の指示を出しましょう。
出るぞ。必ずや勝つ。信行、なぜ従わん。表彰を始めます。報告いたす。先月の収支です。浜松を取り返しにかかってるんだ。これはいいですね。取り込みましょう。津軽を取り込みました。表彰を始めます。報告いたす。で、軍団を再編成してですね、最前線にあたるこちらをですね、軍団の規模を大きくしたいと思います。ここも同じですね。報告いたします。ご命令を。報告いたす。報告いたす。これが我が魂。敵将捕らえたり。ご命令を。報告いたす。報告いたす。
北の城も取りました。お、30以上の本城を支配下に置くっていうのを早速達成したぞ。どうなるんだろう。伏見城を支配下に置くと、伏見を取らなきゃいけないんだ。遠いなぁ、伏見まで。まあただ大進撃をかけるしかないですからね、伏見を取りたかったら。先月の収支です。報告いたす。武将が足りない。本当に武将の数が足りないです。前線に人をね、動かしていきましょう。今武将の質よりも量が欲しい。あ、秀頼だ。信行も帰参するの？ちょっと見たい能力。うわー強い。真田黒田は強い。秀頼はまあ普通ですね。家光は殺します。
ご命令を。報告いたす、報告いたす。弱すぎるこいつ。足利が何がしすごい弱かったですね今。誰これっていうぐらい弱かった。ありがとうございます。敵将捕らえたり。ご命令を。先月の終始です。報告いたす。取りたい早く。表彰を始めます。先月の終始です。お助けいたします。ご命令を。報告いたします、報告いたします。助立ちいたす。皆遅れるな。加勢いたす、加勢いたす、加勢いたす。どんだけ加勢してくれてんだろう。表情を始めます。報告いたします。お助けいたします。加勢します。命燃え尽きる時まで戦い続けるぞ。よし、雪原の役目は終わり。きっかけ作りですね。表情を始めます。報告いたします。報告いたします。捕獲しました。ご命令を。先月の終始です。報告いたす。軍団に組み入れましょう。なんで勝手に組み入れられないんだろうか。そしたら、総攻撃をかけさせましょう。なるほど、この軍団がうまく使えないのか。黄色の軍団ですね。もううまく使えれば、3方向から攻められるんですけどね。
手柄を立てよ。いざ戦場へ。ご命令を。先月の収支です。そしたら今この、長浜城を攻略したいんですけど、まあ、攻略できないんで目標を徳川の城に変えます。出陣します。かかれ。表彰を始めます。報告いたす。みんな遅れるな。出るぞ。敵将捕獲したぞ。どんどん人が死んでいく。表彰を始めます。武将の数が足りないのに。よし、岡崎城取りましたね。捕らえたり。ご命令を。報告いたす。報告いたす。政宗と縁組しましょう。もう年を取ってきましたからね。グミ。武将で若い武将が全然いない。なんだこれっていうぐらい年寄りばっかだな。95歳で、96歳とかいますね。秀頼が唯一まだ若いか。これはひどいな。若い人がいない。いなさすぎる。20代とかいないんだ。鳴光に嫁がせましょう。出陣するぞ。これが戦の作法よ。敵将捕獲した。出陣します。逃げられると思ったか。我が道を開けよ。ご命令を。報告いたす。報告いたす。ここも再編成ですね。違うのか、ここが取れてないからか。金ヶ崎城が取れないと軍団に組み入れられないんだな。絶対取れ。よし。敵将捕らえたり。また一人死んでいったか。表彰を始めます。報告いたす。97歳とか6歳とかいたけど、この時代にそこまで生きてたってすごいな。
さあもうちょっと進めさせてくださいね。長くなってきましたけど。出陣するぞ。みんな我に続く。我が策お見せしましょう。どっちが先に伏見にたどり着くかな。ご命令を報告いたす。先月の収支です。報告いたす。敵将捕らえたり。しましょう。ご命令を報告いたす。報告いたす。さあそろそろ満帆になってるはず。1万の兵を引いて伏見までまだ遠いな。名古屋城に攻め入りましょう。三好って97歳だったやつだな。ご命令ください。報告します。報告します。力を合わせ戦い抜くのだ。敵が我が城内に向かっております。長浜城は取られるわけにいかないぞ。出陣します。捕獲したぞ。とにかく伏見を抑えてさっさとこの乱世を終わらせたい。我が戦お見せしましょう。我が戦お見せしましょう。これぞ我が軍略、我が魂よ。お、ここで海の上で戦っている。24,000、とんでもねえ化け物がいたな。表情を始めます。報告します。名古屋城はどういう感じなんだ。抑えられそうですね。そしたら雪村は長島城に向かってもらいましょう。続け。無事にするな。生きるのだ。我が戦お見せしましょう。出陣します。我が方の城包囲されました。城が取り囲まれました。出陣する。お味方が捕らえられました。ご命令ください。報告します。この上洛作戦がうまくいくかどうか。北方軍団の
先月の収支です。報告します。進撃が止まりつつありますね。これぞ我が軍略、我が魂よ。出陣する。我が戦、お見せしましょう。出陣するぞ。一番近道はどうやって行けばいいんだ。ここを取ればいいんだな。待て、伏見に行くにはこっちが先だな。大垣を取りましょう。ご命令ください。報告します。先月の収支です。報告します。今どうなってるかというと、ここは今兵力の回復中だな。うん、大垣を雪村単独で落とせるかどうかというところ。我が戦、お見せしましょう。二条八幡ってどこなんだろう。ここか。ご命令ください。報告します。さあ、今年が終わったら終わりにしたいと思います。それまで、ちょっと長くなってきましたけど、お付き合いくださいね。これぞ我が軍略、我が魂よ。敵将捕らえたり。出るとするか。ご命令ください。報告します。報告します。大垣から撤退せざるを得ないかな。加勢いたす。我が戦、お見せしましょう。お助けいたします。ダメか。腕が鳴るぜ。出陣します。我が道を開けよ。ご命令を。報告いたす。報告いたす。敵が我が領内に向かっております。静岳城ってどこ。逃げられると思ったか。ここか。兵力がちょっとないんだよな。守りきれるのかな。長浜城が孤立しちゃいますね。敵将捕獲しました。ご命令を。報告いたす。報告いたす。我が戦、お見せしましょう。今この犬山城攻めに手間取ってるのか。我が方の城、包囲されました。表情を始めます。報告いたす。厳しいな。厳しい。間に合った。うわ、間に合わなかったか。いざ
ざ参ろう。出陣するぞ。出陣する。出るぞ。必ずや勝つ。表彰を始めます。先月の収支です。報告いたす。出陣します。いざ参ろう。長島城の戦いがどっちに転ぶかで勢いが止まるのか続くのかが決まりそうですね。ご命令を報告いたす。先月の収支です。報告いたす。そしたら雪村も自ら出陣しましょう。もう兵は回復してるだろう。うわ、してない。3000しかしてない。いたす。先月の収支です。静ヶ岳もかなり厳しい戦いになってる。そうでもない。静ヶ岳は持ちこたえてるか。岐阜城はなんとかなるのか。表彰を始めます。報告いたす。敵将捕獲した。出陣するぞ。出陣するぞ。表彰を始めます。報告いたす。あっという間に、時間が経ってましたね。だいぶ長くなってきましたので、ここで一旦終わりにしたいと思います。次回伏見城にね、たどり着けるように頑張っていきたいと思います。